じゃこんにちは。さあ今回もやってまいりました、はい、プロ野球チップストークということで、お前入ってるの、はい、行きます。ちょっと今回もちょっとこちらの箱からやっちゃいましょう。片付け、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。おー、ついに来た。どっちですか、どっちですか、どれですか。無難なやつで、わかりました、ありがとうございます。よっしゃ。さあ今回もね、ゆだかさんに、引いていただきましたけども、はい、小野さん開封の方お願いします。はい、うん、いいですか。おお、これもう出しちゃっていい。いいね。うん、はい、このちょっとリアクション薄いな、お前ら。いや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 、でもすごい面白いとこです。じゃあちょっと豊川さんに、はい、選んでいただきましょうか。お願いします。これさあ来ました、はい、今回ヤクルトスワローズ、はい、大引き選手でございます。おー、大引きね。いいとこじゃないですか。来ました、はい、今回大引き選手どうですか。大引きさんの印象は、まあ頑張らないとな、はい、今年。あ、というのは、はい、やっぱり西浦とか伸びてきてるじゃない。そうっすね。ただやっぱり実力があるよね。引っ張ることもできるし流すこともできる、うん、だから打席に入って決めてるよね。ここは絶対流しに行くとかさ、ここは絶対引っ張りに行くとか、うん、まあ、そういうことをちゃんと決めれる、うん、いや、まあやっぱベテランらしい、うん、活躍は見せてくれる選手だよね。だからいくつなんですか今。34。おー、そうですね、34っす。あ、はい、まあ、ショートで34歳、はい、まあ、厳しくなってくるような年頃だよね。こっからっすか。だからちょっと頑張らなきゃいけないけど、はい、まあでもヤクルトが、まあ、広岡とか、はい、西浦とか、はい、やっぱショートにいるんだよね、はい、でもやっぱ大引きが支えていくという、うん、何かあったら大引きに変えれば、はい、まあ、穴を埋めてくれるという、うん、だからもうレギュラーとしたらちょっと過ぎてるかもわかんないな。あ、今後のヤクルトを考えた時に。うん、なるほど。でも安定剤としてさ、はい、いるような選手だよね。うん、うん、まあサードもできるだろうし、はい、だから守備は意外に硬いし、うん、だからそういった意味では必要な選手ではあるけども、うん、峠が過ぎたかなっていう。あ、まあそんな感じもする選手だよね、頑張らないと。でもまあベンチにはいてほしい選手ですね。あ、もちろんもちろん、まあ、代打でも使えるだろうし、まあ、怪我人が出てたらポッと入れる、うん、まあ、それだけの実力はある。うん、でも結構人気もありますよね。神宮とか試合見に行ったら結構大引き選手のユニフォーム着てる女性の方とも結構いるんですよ。本当です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 。無理してない、ね、いや無理してないです、無理してないです、本当ですよ。かっこいいです。大引き選手人気もありますよ、やっぱスワローズファンも。そうだな。まあまあ、寡黙にやるタイプだよね、うん、あの渋い感じの。そうですね、うん、仕事に会話はしたことないですか。あるよ。あ、あるんですか。うん、でもしっかり挨拶もしてくれるし、だからそういった意味では好感の持てる選手だけど、だけど、まあチームの中で入れると、まああんまり目立たないというか、うん、でもしっかり実力を持って、チームの安定剤になってくれるという、うん、まあそんな選手だよね。うん、だからまあ大引きもオリックスを皮切りに、はい、まあ日本ハム行ったりとか、うん、まあ、ヤクルトに来たりだとか、はい、いろいろ苦労人だよね。そうですね、結構苦労人ってさ、なかなかやっぱりね、簡単にはおらないから、ね、しぶといと、しぶといは。だからそれがバッティングにも出てるしさ、はい、だから今後もなんか渋さを出して、はい、頑張っていってほしいなと思いますね、はい、頑張ってください。お願いします、はい。